父と子と聖霊の御名によってアーメン。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが皆さんと共に。今日は年間第26の主日ですが、世界難民移住移動者の日です。今日難民の方々、移住者、そして移動されている方々のことを思い、主の祝福と力添えが与えられますように、また私たちも手を差し伸べることができますように、その恵みを願いましょう。紛争、災害によって避難している方たち、難民の方、避難民の方、日本にもたくさんおられます。私たちにできることに気づき、それを実行していくことができますように。また今日から新学生の宣教師牧実習が始まります。別校や賢治新学生、この10月の11日日曜日午後3時から浦上教会で助祭に助会されます。そしてこのまた助祭になられても、この教会で実習が来年1月まで続きます。よろしくお願いいたします。それではこの尊い祭儀を始めるにあたって、私たちの過ぎた日々を思い起こし、弱さから犯した罪の許しを願いましょう。全能の神と兄弟の皆さんに告白します。私は思い、言葉、行い、怠りによってたびたび罪を犯しました。聖母マリア、すべての天使と聖人、そして兄弟の皆さん、罪深い私のために神に祈ってください。全能の神が私たちを憐れみ、罪を許し、永遠の命に導いてくださいますように。アーメン。主よ、憐れみに構え。キリストを憐れみ構え。主よ、憐れみ構え。天の糸高きところには神に栄光、地には善意の人に平和ある。我が主を褒め、主を称え、主を拝み、主を崇め、主の大いなる栄光のゆえに感謝したてまつる。神なる主、天の王、全能の父なる神よ、主なる御一人子イエス・キリストよ。神なる主、神の子羊、父の御子よ、世の罪を除きたまおう主よ、我らを憐れみたまえ。世の罪を除きたまおう主よ、我らの願いを聞き入れたまえ。死の身に逃がしたも主よ、我らを憐れみたまえ。主の身聖なり、主の身王なり、主の身義と高しイエス・キリストよ。聖霊と共に、父なる神の栄光のうちに。アーメン。祈りましょう。すべての人を正しい道に導かれる神よ、あなたは人々の思いをすべて知っておられます。信仰の道を歩む私たちを支え、いつも神に心を向けて生きるものとしてください。聖霊の交わりの中で、
あなたと共に世々に生き支配しておられる御子、私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。エゼキエルの預言。主は言われる。お前たちは主の道は正しくないという。聞け、イスラエルの家よ。私の道が正しくないのか。正しくないのはお前たちの道ではないのか。正しい人がその正しさから離れて不正を行い、そのゆえに死ぬなら、それは彼が行った不正のゆえに死ぬのである。しかし悪人が自分の行った悪から離れて、正義と恵みの技を行うなら、彼は自分の命を救うことができる。彼は悔い改めて自分の行ったすべての背きから離れたのだから、必ず生きる。死ぬことはない。神に感謝。使徒パウロのフィリピの教会への手紙。皆さん、あなた方にいくらかでもキリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、それに慈しみや憐れみの心があるなら、同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つにして、私の喜びを満たしてください。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、自分と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため、神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべて、イエスの御名にひざまずき、
すべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べて父である神を称えるのです。神に感謝。主は皆さんと共に。マタイによる福音。その時イエスは祭司長や民の長老たちに言われた。あなたたちはどう思うか。ある人に息子が二人いたが、彼は兄のところへ行き、来よ、今日ブドウ園へ行って働きなさいと言った。兄は嫌ですと答えたが、後で考え直して出かけた。弟のところへも行って同じことを言うと、弟はお父さん承知しましたと答えたが、出かけなかった。この二人のうちどちらが父親の望み通りにしたか。彼らが兄の方ですと言うと、イエスは言われた。はっきり言っておく、徴税人や娼婦たちの方があなたたちより先に神の国に入るだろう。なぜならヨハネが来て義の道を示したのに、あなたたちは彼を信ぜず、徴税人や娼婦たちは信じたからだ。あなたたちはそれを見ても後で考え直して彼を信じようとしなかった。キリストに賛美。今日のミサも、ミサが始まって今までこの言葉の典礼の中でいろいろな、神からの御言葉を聞きました。しばらく沈黙のうちに皆様お一人お一人に語りかけてくださった神の言葉を思い起こしましょう。気になった、また心に響いた言葉について少し黙想してください。今日もこのミサの最初の部分で、聖書を通して神の言葉に耳を傾けました。皆様それぞれお一人お一人に響いた神からの御言葉があると思います。今日の説教では一つのことを考えてみたいと思います。それは考え直して行動するということです。考え直して行動する。今日のマタイ福音書が伝えるイエスの例えは、ある人に二人息子がいて、そしてその上の子に、今日ブドウ園へ行って働きなさいという。その兄の方は嫌ですと答えたけれども、後で考え直して出かけました。弟の方はこの父の呼びかけに、お父さん承知しましたと、まあいい返事をしたのですが、実際には出かけませんでした。この二人のうち、どちらが父親の望み通りにしたかという問いかけです。答えは明らかでしょう。兄の方でしょう。嫌だと言ったものの、後で考え直して、
そしてブドウ園に行って働きました。この例えを言われてイエスははっきり言っておきます、徴税人や娼婦たちの方が、あなたたちが罪人とレッテルを貼ってるその人たちの方が、あなたたちより先に神の国に入るだろう。この神の国っていうのは死んでから行く天国のことではなくて、この世にあって、この世界にあって、神の国、神の支配、神とのつながり、そこに入ることができると、そういう教えです。しかしこの例えは祭司長や民の長老たちに言われた話ですけれども、彼らに向かってこういうわけですね、徴税人や娼婦たちの方があなたたちより先に神の国に入る。ヨハネが来て義の道を示したのに、あなたたちは彼を信じず、徴税人や娼婦たちは信じたからだ。神の慈しみと憐れみ、許しを信じて、信頼して、そして考え直して、今までの歩みを変えた、新たな一歩を踏み出しました。しかし祭司長や民の長老たちはイエスの行う御業、そして御言葉を聞いても考え直して信じようとはしない、そのような御言葉です。第一朗読で読まれたエゼキエルの予言の言葉の一部はそれと関係あります。あなたたちが正しさから離れて不正を行うならば、そのことのために死ぬ。しかし悪人が自分の行った悪から離れて正義と恵みの技を行うなら、彼は自分の命を救うことができる。彼は悔い改めて自分の行ったすべての背きから離れたのだから必ず生きる。つまり考え直すということ、そして悔い改めるということ、そしてまあそれだけでは足らない、考え直し、そして悔い改めて次の一歩を、新しい一歩を踏み出すときに、それはあなたの救いになると言っています。必ず生きる、そして死ぬことはないと。まあ、実際にこの命は終わりがありますけれども、しかし悔い改めてまた考え直して本来の道に戻るなら、その時からあなたはもう神の支配の中にある、もう死ぬことはないと。そう言われたもののですね、まあ私たちもこのように知ってるかもしれない、でも一回でもう大丈夫、死ぬことはないということはないでしょう。私たちはまあ過ちを繰り返しながら、いろんな悩みの中で小さなやはり死を体験していく、そして小さな死を体験しながら、また同時に小さな復活を体験していると思います。その体験のもとは考え直すということ、悔い改めるということ、このことを今日神様は私たちに呼びかけていると思います。それぞれまあミサの前半の言葉の典礼は、本当に豊かな神の御言葉が読まれます。この朗読台から読まれますので、参列されている皆様お一人お一人には響きが違うと思いますね。今日の今の皆さんに響く御言葉が必ずあると思います。そのために第一朗読の後も短い沈黙の時間を置きますし、そしてその第一朗読に対して当初詩編を唱えます。そしてもう一度今度は別のこの聖書の言葉を聞く、これは多くの場合、使徒の手紙が読まれます。今日はパウロの手紙でしたけれども、それを聞いてまた短く沈黙をする。そしてまあ福音の朗読は司祭がします。また司祭助祭、今度助祭に除外された後は、助祭が朗読しますけれども、その後すぐに説教が行われますが、この福音イエスの御言葉を聞いた後も少し短く沈黙することによって、そしてもう一度その御言葉を味わうことができると思います。ですからこのように御言葉を大切にする、また皆様お一人お一人に響くその言葉に気づかれて、そしてそれを腹に落とすといいますかね、そういうことができるために沈黙の時間を大切にしたいと思っています。さらにはこのミサの終わりに聖体配慮の後、まあ、祭壇を整えますけれども、その間結構今は歌も歌えませんので結構長い時間になりますが、
その時はもう一度また今日のミサの典礼を振り返ります。言葉の典礼特に振り返って、そしてご自分にいただいた神の言葉をもう一度思い起こしてしっかりと心に留めますね。イエス様ご自身が来てくださったその後、イエスご自身の言葉として、また神からの主からの言葉として、私たちはそれをもう一度食べ味わいます。このようにしてこのミサに参加し、典礼に参加して、そしてここからまたそれぞれの皆さんのそれぞれの生活の場に派遣されていきます。いわばこの1週間または2週間生きる、ね、必ず生きると、死ぬことはないといったその御言葉を大切にして、また日々の生活に戻っていくわけです。このようにミサは私たちが呼び集められ集い、そして主の御言葉を聞き、主の体を食べ、そしてそれぞれの生活の場にまた派遣されていく。十字を切って始まったミサは派遣の祝福で十字を再び自分の身に切り、そして御言葉とご聖体とともにここからそれぞれの皆さんの生活の場に派遣されていきます。このようにこのミサの典礼において私たちは神との絆を強め、そして大切にされてきた主の御言葉を心を落ち着けて、そして心を開いて受け止め味わい、そしてイエスご自身を食べ味わい、そして生きる力をそこからいただきます。第2番目の使徒の手紙はより具体的に私たちに勧めを与えますが、今日のパウロ・フィリピの教会の信徒に宛てた手紙の一部は次のように勧めています。心を合わせ思いを一つにして私の喜びを満たしてください。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。へりくだって、そして自分よりも互いに相手は、ね、自分よりも優れたものと考える、ね、そして私たちは自分のことだけではなくて人のことにも注意を払う。互いにこのことを心がけなさい。まあ、他の人のことをいろいろ気になったりします、ね、そして今日は世界難民移住移動者の日と、この紛争や災害によって国を追われ、住まいを追われ、失い、そして食べ物 水もない生活の中で、乏しい生活の中で今日一日の命をつないでおられる方々、この日本にも私たちの近くにもいます。この世界を、地球を私たちのみんなの家として、ここに住む私たちが皆つながっているということを改めて思い、そして私たちがに何ができるか、困っている仲間に何ができるか、そのことを思い、相手を自分よりも優れたもの、もう神に信頼して生きるしかない、そして人に信頼している、希望している、助けの手が来ることを待っている、そういう方たちにも注意を払いたい、思いを向けたいと思います。他人のことが気になることがあります、日常の生活の中で。そしてあの人はこうだ、あの家はこうだ、あの兄弟はこうだ、あの家はこうだと、そういう話が教会の中でも出てきたりする。それはいい話であれば素晴らしいと思いますが、得てして非難したり批判したり悪口になったりすることも多々あります。教皇フランシスコは本当に常にと言っていいくらいに、もうお互いを思いやりましょう、お互いを傷つけ合うのはやめましょう、悪口を言うのはもうやめましょう、いい加減にしましょう、ずっと言われているということは、それが続いているということでしょう。そういうことよりもむしろ気遣うことを、その思いでみんなが一つになるようにとパウロは呼びかけています。このように、ミサの第一部の言葉の典礼は、豊かな言葉が読まれますけれども、その中で何か一つ必ず今日ここに来られたあなたに語りかける神の言葉があると思いますね。万難を排してこのように集っている皆さん、またコロナ禍の中で、そしてこうやって集っている私たち、ここで何かをつかむこと、
せっかくここに集まった。そして皆さんはそのためにここに集まって来られました。御言葉を聞く、今日私に語られる主の言葉は何だろうか、ね、それをしっかりと受け止め、そして主ご自身を、イエス様ご自身を食べて、それが私たちのまた生きる力になります。神の国がここにあり、そして私たちが考え直し悔い改めて一歩踏み出す時に、もうそこに神の国が実現しているという、今日のこの御言葉に力づけられ、そして自分の弱さ、みんな弱いですから、それを認めて謙虚に、そしてお互い素晴らしいところを見ながら助け合って神の国を作り上げていく、そのような教会になれば素晴らしいと思います。いろんなことで苦しんでおられる方がたくさん今いらっしゃいます。そのいろんな報道によること、まあメディアでしか私たちは知ることはできません。まあその部分ですでに制限されていますけれども、私たちがまだ知らないところで知らない人たちがたくさん苦しんでおられる、そのことを思いながら、そして目を背けずに気づいたことを、そして気づかせていただいたこと、そして自分にできそうなこと、それに気づいて考え直して行動する、でそういう生き方ができればいいと思います。それに必要な恵み、聖霊の照らしと導き励ましを祈りながら今日のミサを続けましょう。人たちから受け継いできた信仰を宣言いたしましょう。私は信じます、唯一の神、全能の父、天と地、見えるもの見えないもの、すべてのものの作り主を。私は信じます、唯一の主イエス・キリスト。主は神の一人子、すべてに先立って父より生まれ、神よりの神、光よりの光、まことの神よりのまことの神、作られることなく生まれ、父と一体、すべては主によって作られました。主は私たち人類のため、私たちの救いのために天から下り、聖霊によって乙女マリアより体を受け、人となられました。ポンツィオ・ピラトのもとで、私たちのために十字架につけられ、苦しみを受け、葬られ、聖書にある通り、三日目に復活し、天に昇り、父の右の座についておられます。主は聖者と死者を裁くために、栄光のうちに再び来られます。その国は終わることがありません。私は信じます、主であり命の与え主である聖霊を。聖霊は父と子から出て、父と子と共に礼拝され、栄光を受け、また預言者を通して語られました。私は聖なる普遍の使徒的唯一の教会を信じます。罪の許しをもたらす唯一の洗礼を認め、死者の復活と来世の命を待ち望みます。アーメン。神の言葉を心に刻んで祈りましょう。自分の生き方を振り合うため、正しいことを行う勇気を私たちにお与えください。
人に。世界の方向を憂い、将来に不安を抱く人々の心に光を注いでください。あなたの導きに信頼し、希望を持って前進することができますように。神を悔い改める心を全ての人に。戦争によって故郷を追われ、住む家を失った人々を変えに力づけてください。迎える国の人々がそのものとなって支えていきますように。神を悔い改める心を全ての人に。悪を感じる今年季節となりました。神様がお救いになられた地球、自然を誰もが大切にしていくことができますように。神を悔い改める心を全ての人に。光の源である神よ、あなたは御子キリストを通して全ての人に生きるべき道を示しておられます。私たちがいつも喜びと感謝のうちに主に倣って歩むことができますように。私たちの主イエスキリストによって、アーメン。今日の皆様の献金は世界の難民移住希望者の方々のために使われます。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるパンはあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。作り主、ここに備えるブドウ酒はあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。皆さん、この捧げ物を全能の神である父が受け入れてくださるように祈りましょう。命の源である神よ、キリストはすべての人のためにご自分を与え尽くしてくださいました。この救いの食卓を通してキリストの愛を深く味わうことができますように。私たちの主イエスキリストによって、主は皆さんと共に。心を込めて神を仰ぎ、聖なる父、全能永遠の神、あなたの偉大な技をたたえ、感謝の祈りを捧げます。あなたは天と地とそこにあるすべてのものを作り、昼と夜、季節と年が巡るようお定めになり、またご自分に似せて人を作り、全世界を人の手にお委ねになりました。こうして人は作られたものをすべて納め、主キリストによっていつもあなたの偉大な技を褒めたたえるよう召されています。
すべての天使と共に私たちも喜びの声を合わせ、あなたを称えて歌います。聖なる神、聖なる神、聖なる神、万軍の神なる主、主の栄光は天地に満つ、天も糸高きところにほざんな、今べきかな、主の名によりて来たるもの、天も糸高きところにほざんな。誠に尊く、すべての聖聖の源である父よ、今、聖霊によって、この供え物を尊いものにしてください。私たちのために、主イエス・キリストの御体と御血になりますように。主イエスは進んで受難に向かう前にパンを取り、感謝を捧げ、割って弟子に与えて仰せになりました。皆これを取って食べなさい。これはあなた方のために渡される私の体である。食事の終わりに同じように杯を取り、感謝を捧げ、弟子に与えて仰せになりました。皆これを受けて飲みなさい。これは私の血の杯。あなた方と多くの人のために流されて、罪の許しとなる新しい永遠の契約の血である。これを私の記念として行いなさい。信仰の神秘。私たちは今、主イエスの死と復活の記念を行い、ここであなたに奉仕できることを感謝し、命のパンと救いの杯を捧げます。キリストの御体と御血に共に預かる私たちが、聖霊によって一つに結ばれますように。世界に広がるあなたの教会を思い起こし、私たちの教皇フランシスコ、私たちの司教ヨゼフ・アベイヤ、すべての教育者をはじめ、全教会を愛の完成に導いてください。また復活の希望を持って眠りについた私たちの兄弟姉妹と、すべての死者を心に留め、あなたの光の中に受け入れてください。なお私たちを憐れみ、神の母乙女マリアと聖ヨセフ、使徒とすべての時代の聖人と共に永遠の命に預からせてください。御子イエス・キリストを通して、あなたを褒めたたえることができますように。キリストによって、キリストと共に、キリストのうちに、聖霊の交わりの中で、全能の神、父であるあなたに、すべての誉れと栄光は、世々に至るまで。アーメン。神の国の完成を待ち望みながら、主イエスが教えてくださった祈りを唱えましょう。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。
私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。慈しみ深い父よ、すべての悪から私たちを救い、現代に平和をお与えください。あなたの憐れみに支えられ、罪から解放されて、すべての困難に打ち勝つことができますように。私たちの希望救い主イエス・キリストが来られるのを待ち望んでいます。主イエス・キリスト、あなたは使徒に仰せになりました。私は平和をあなた方に残し、私の平和をあなた方に与える。私たちの罪ではなく、教会の信仰を顧み、お言葉の通り、教会に平和と一致をお与えください。アーメン。主の平和がいつも皆さんと共に。互いに平和の挨拶を交わしましょう。主の平和、主の平和、主の平和。神の子羊の食卓に招かれた者は幸い。主よ、あなたは神の子キリスト、永遠の命の盾、あなたを置いて誰のところに行きましょう。キリストの御体。すべての命を守るためのキリスト者の祈り。宇宙万物の作り主である神よ、あなたはお作りになったすべてのものをご自分の優しさで包んでくださいます。私たちが傷つけてしまった地球と、この世界で見捨てられ忘れ去られた人々の叫びに気づくことができるよう、一人一人の心を照らしてください。無関心を遠ざけ、貧しい人や弱い人を支え、共に暮らす家である地球を大切にできるよう、私たちの役割を示してください。すべての命を守るため、より良い未来を開くために、聖霊の力と光で私たちを捉え、あなたの愛の道具として使わせてください。すべての被造物とともにあなたを賛美することができますように、
私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。祈りましょう。すべての人を愛してくださる神よ、主キリストに結ばれて祈ります。私たちが悔い改める心を持ち続け、神に従う者の生き方を示すことができますように。私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。新学生から一言挨拶があります。おはようございます。後期は今日から南国市でお世話になります。長崎教区の別校や天気後期の水6月から、今年はコロナの影響で6月から地獄実習が始まりましたが、1ヶ月半もしないうちに長い1ヶ月の夏休みを挟んでの後期が今日からになります。幼稚園様からお知らせしていただいているように、10月11日、午後3時から裏上で再委員会が行われました。ありがとうございます。同日同じ長崎教育ですけれども、稲田女祭の主催の外式もあります。合わせてお祈りいただければ嬉しいと思います。女会後もお盆に教会での主国実習が続きますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。それでは派遣の祝福をいたします。主は皆さんと共に。全能の神、父と子と聖霊の祝福が皆さんの上にありますように。感謝の祭儀、世界難民移住移動者の日のミサを終わります。行きましょう。主の平和のうちに、神に感謝。アヴェマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、ご体内の御子イエスも祝福されています。神の母聖マリア、私たち罪人のために今の死を迎える時もお祈りください。アーメン。